どうもラジオ DJ ユーチューバーの小林卓一郎です。おはようございま す。この週末ね、ちょっと瀬戸に行ってきました。愛知県瀬戸市に。戸めちゃくちゃ暑い。瀬戸市が暑い。暑い。ちょっと見てください、これ。はい。招き猫です。すごくない？全身タトゥーの招き猫。いまあ言い方確かに、まあタトゥーといえばタトゥーでしょこれ。まあ、すごいでしょ、ね、これ。でもね、本当ね、一目見た時に言葉が悪いんですけども、申し訳ないですけども、くっそかっけえって言っちゃったんですよ。一目惚れですよ。久々にこんなに、ほう、うわこれ欲しいっていう心から物欲が動かされたの、本当久々だったなっていうね。これぐらいでかいのもあったんですよ。こっちの方はね、はいはいはい、またね、あの風神雷神が書かれていたりとか。おお、いかついですね。いかついでしょ。でも全身タトゥーだもん。龍が書かれていたりとか、すんごいかっこいいんですけども、まあ、ちょっとそっちお値段も張ったのでね、はい、こっちのまず手頃に買える方で、ほう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 、これ1個だいたい箱付きで1万1体1万円ぐらいなんですけども、なるほど。でもこれだけ手が込んでて1万円ですからね。うんうんうん。で、右手と左手、これ知ってる意味があるの？あー、なんかよくねクイズ番組とかでも出てきますよね。そうそうそう。招き猫の右手上げてるのが金運なんですって。お金を招く。右手が金運、はい、左手の方が人を招く、千客万来だと。うん。いうことで、まあ、ちょっと1階のファーマシーコーヒーラボの方にこの右手の方のちょっともうちょっと頑張ったかなってことで、はい、右手の方とそして、こちら事務所の方にももっとトークイベントとかもやってるんでね、もっともっといろんな人来てほしいなってことで、左手の方の招き猫をセットで、はい、買ってまいりました。なんでまた瀬戸に。これもともとね、これこれも可愛いでしょ。陶器でできたブローチ。ほう。この T って書いてあるやつ。これをですね、よくねお店に来てくださるミキさんという常連の方がいらっしゃるんですけども、はい、このミキさんがタクちゃんこれも戻ってきたわみたいな。ほう、戻ってきたわ。本来自分がね買ってこうと思ったんだけど、はい、この水曜釜さんって言うんですけど、はい、この水曜釜さんがいつもチップ流してくださってて、へー。で僕の番組も聞いてくれてて、あ、小田さんとこ行くんですかって言ったら、これ書かれてるのこれ女性の方で。そうなん。穴山ご夫妻っていうお二人で、旦那さんが焼き物を焼き、うんうん、そしてこの奥様がこの絵を描いたりするっていうの で奥様の方から、じゃあ私からじゃあぜひこれをって言ってプレゼントでって言って、いや嬉しいですね。 T って書いたやつをくれて、これめちゃくちゃ可愛いじゃないですかっていうことで、うん、ちょっとじゃあ行きたいよと、そのミキさんに、うん、ぜひ連れてってください、一緒に行きましょうっていうことで、この前行ってまいりました。はあ、それで瀬戸に。で、行った瞬間これを目にして、はい、やっべペツオってなって、これがもうちょっと本当にこの一目惚れで買ったっていう招き猫です。なるほど。確かに最近瀬戸市って新しいなんかクリエイターさんが古民家に入ってやったりとかって聞きますよね。 そこもびっくりして、じゃあって言ってご飯食べましょうって言ってお昼行ったんですね、はい、そしたらあの瀬戸の商店街にあるところで野焼屋さんっていうところで行ったんですけど、そこもご飯もカレーも美味しくて、そこの水曜釜さんのカレー器というか、うん、鉢植えみたいになってる形した、ちょっと今日持ってなくて申し訳ない、鉢植えみたいになった入れ物でカレーを食べるっていう、これまたすっごいおしゃれな入れ物で、これもこれで食べたんですけど、その後にここゲストハウスもやってるんですよねって話で、うんうんうん、そしたらもう一軒すごいまた面白いゲストハウスがあるんですってなって、おおってことで、そこからまた車でちょっと移動して、うんうん、ゲストハウスマスキチっていうところに、マスキチ、はい、行ってきたんですよ、はいはいはい、これもね多分そこの元々の古民家の持ち主だった方がマスキチさんっていう方だと思うんですけれど、大学出たばっかの若い男の子が、はい、まあ、なんかそういうもともとゲストハウスを転々としながら、いろいろと、まあすぐに就職はせずにいろんなこと経験をしようってことで、いろんなゲストハウスに住み込みでバイトしながらいろんなとこ行ってみようってことで、ちょっとこう旅をしていたら、なんかこれちょっと自分でちゃんとやりたいぞっていう思いになったらしく、これまたねこの方ちょっと実際にお招きしてお話伺おうと思ってるんですけど、うんうんうん、なんかそこから、いやどうせならってことで、地元でちょっと自分もやろうってことで、瀬戸の子で南くんって男の子なんですけど、で古民家のいわゆる 市はそういうの古民家とか、あの空き家になってるところをちゃんとこうリストで持ってるじゃないですか、うん、今どういう状況かみたいな、はいはいはい、連絡して今そういうとこないですかっていうので、で自分で連絡をして、そこからそれを、はあ、なるほど、あここだっていうことで、でクラウドファンディングでちょっと資金も集めながら、まあ、それでもやっぱり足りない部分がたくさんあるから、うん、もう大工さんと一緒になって、自分はその大工仕事なんか全くやったことなかったのに、そこから一緒になってこう、なんだろう、基礎作りから何からってこと全部いろいろ一緒にやってたみたいで、
すごい若い子がいるんですよ。完全手作りのやれるところは全部僕手伝いますみたいな、壁も全部手、なんかそれもクラウドファンディングで支援募りつつ、うん、一緒にやりたい方みたいな感じ、はい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 、ちょっと僕やろうとしてるグレープパークのこの構想にすごく似てるなっていう。確かにやるならみんなで一緒になって仲間になってやりましょうよっていう、最近言われてるバーベキュー型のエンタメですよね、うんうん、はいはいはい、自分も参加して自分のものとしてここを捉えてもらうっていうね、うん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 、そんな若い子に出会って、でそのゲストさんまたおしゃれなんですよ。いやこれ昨日、うん、撮影してんで昨日なんですけども、小畑さんのインスタのアカウントに、はい、動画ちょっと載っけてましたよね、はい、ストーリーに、はい、いやかなりおしゃれでしたね。かなりおしゃれ で最大で、まあ、ベッドがある中では十何名らしいんですけど、最大雑魚寝とかでもよければ二十何名いけるって話だったんで、よしこれは今年ラブイットアスケをやったんでね、はいはいはい、で去年はラブイットつくでをやったんですが、はい、来年はラブイットセットやります。おお、瀬戸で、瀬戸でやります。なんでそこのゲストハウスを借り切り貸し切りさせてもらって、うん、キッチンもあるんでね、そこで例えば自分たちで食事もいいじゃないですか。はいはいはい。でまあちょっと昼ぐらいに入ってもらって、でそこからその水曜釜さんにも来てもらったりして、うん、で一緒にこのワークショップ、器のワークショップとか、ああいいっすね。例えばさっきのブローチのこの絵を描く絵付けだったりとか、はいはいはい、っていうのちょっとやらせてもらったりして、でそのまま一遍夜ご飯作る前に近くにね、めちゃくちゃこれまたねいい感じの銭湯があるんですって。へえ。この話聞いただけですけども、なんかそのバンダイさんがいて、バンダイさん、ほう、うん、でこう男湯も女湯もそのバンダイさんとかちょうど真ん中におばあちゃんがいて、はいはいはい、いわゆるその昔の銭湯、もう昔ながらのでこうこっちこっちみたいな感じで、はい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 、そこの銭湯にみんなで行って、で夜はみんなでちょっと僕もだから得意料理のパスタかなんかでも作ろうかな。お、美味しいパスタを。ヘビレケに酔っ払ってそのゲストハウスで寝るっていう、もうそのちょっとラブイットセットをやろうかなと思ってます。でまた翌日はおのおのでみんなで行動じゃなくて、おのおので好きなセットを楽しんでくださいっていうふうにしようかな。ああなるほど。これまた美味しいね、七丸コーヒーさんってアウトドア好きの方がやってるね。へえ。コーヒーショップも見つけまして、もうそこでカウンターで飲んでて外見てると、もう目の前がなんか山みたいになってて、すんごい。なんか遠くに旅行に来た気持ちになれるっていう。ああそれいいですね。喧騒から離れてね、都会の、うん、いい普段の日常から離れるっていうのはいいなと思いましたけども、うん、このラブイットセットをちょっとやろうかなと思っていますので。なるほど。じゃあまた実際に決まって、はい、いつ頃。じゃあもう全然まだ先だと思う。まだ 1年後とか、まあ、冬になる前がいいかな。秋口もしくは夏ぐらいに やりたいなって思ってるんですけどもね。じゃあ またもし今後、はい、次のことが決まってきたら、夏だったらバーベキューできるもんな。そうですね、それもまたいいな。うわー、まあいろいろじゃあ今、はい、夢が膨らんでるという段階ということですね、はいはい、そういうことです。ということでぜひ、はい、こちらもまたお店に飾っておきますので、こちらの右手の方をね、お店に飾っておきますので、ファーマシーコーヒーラボの方にもぜひぜひお越しください、はい、そしてチャンネル登録もよろしくね。ありがとうございます。バイバイ。